それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことが？まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼアヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんてこの隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああそうだな。さて俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ローズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ。おっと任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだクライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃ俺たちだけで先に行こう。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るためマザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたはちまたじゃ滞在人なんだ。
行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい数体して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から父領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとうカロン。グツよろしく頼む。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの市場で。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。わかった。ガブ、ああ俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかいシード、ヤッコさんいい悪党の面構えになったじゃないか。ジル、調子は？タルヤのおかげで随分楽よ。よかった。トルガレも心配してくれてありがとう。この道はかつて交易路だった。だが他に街道ができて次第に使われなくなっていった。そういうところには野党たちが集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところだ。油断するなよ兄貴。まずいぜ。ああ俺たち。なあ兄貴どうするんだ。そうだな、俺たちじゃどうにもできないよな。どうかしたか。兄貴この人ならいけるかもしれねえぜ。見るからに強そうだし。そうだな、話すだけ話してみるか。実は俺たちとある商人に依頼されてこの参道で荷馬車を探してるんだ。荷馬車を？何でも魔物に襲われて置いて逃げてきたらしい。だけど探し回っても見つからなくてよ。これだけ探してもダメだってことはきっと野党どもに奪われちまったんだよ。ここらで幅を利かせてる野党だろ。もしそうなら俺たちじゃとても歯が立たねえぞ。やつら相当に腕が立つからね。この先に根城があると聞いてはいるけど。なあ、あんた腕に覚えがあるなら野党の根城に行って荷馬車を探してくれないか。無事に見つかったら報酬をあんたに半分やってもいい。どうだ、頼むよ。いいだろう。ありがてえ兄貴、やっぱり俺が見込んだ通りだった。ああ助かるぜ。荷馬車にはボクラド市場で売るはずだった食料がたくさん積まれているそうなんだ。依頼主からは荷馬車を見つけたら積み込んだ食料ごと持ち帰ってきてほしいって言われてる。荷馬車を探しはするが積み荷の保証まではできないぞ。それは困るな。とにかく頼んだぜ。荷馬車と食料を見つけてくれ。
二人どこか妙だったが、まあいい、すぐに終わらせよう。近くに荷馬車があるかもしれない。探してみるとしよう。だいぶ荒らされているが、食料はまだ残っているな。おお、いたいた。心配になって見に来ちまった。野党も倒して荷馬車も探し出してくれるとはな。これであの商人にも顔向けできる。荷馬車は壊れてるが大丈夫なのか。そんなことは別にいいんだよ。あんたは何も気にすんなって。ああ、後のことは俺たちに任せてくれ。ほら、約束の報酬だ。今後ともシェンベラ兄弟をよろしくな。兄貴、余計なことを言わなくていいんだよ。ありがとうよ。さっさと行きな。ちょっと古い橋だけど、なんとか渡れそうね。崩れた遺跡にかけられた割には頑丈そうだ。峡谷を越える道か。実際に見るのは初めてだわ。神話の舞台になった場所だと聞いてはいたけど。太古の昔、欲に溺れた人々は力を求めて神に戦いを挑んだ。神話によれば決戦の地となったのがこの大幕府だと言われてる。もっともここに落ちた海水がどこに行ってるか誰もわからないが。でもその戦いで神に敗れ、人は罰を受けることになった。そしてそれこそが今なお続く呪い。ドミナントとベアラ、召喚獣もそれを宿す。ドミナントも呪いの産物だというのが不思議だった。ロザリアはドミナントが太鼓を継いだ。敬われることはあっても疎まれはしない。本でその一節を見たときはさすがに首をひねったよ。そういえば本がたくさんあったわね。子供の頃の
あなたの部屋に。人と神の壮絶な戦いに興奮しながら読んだものさ。父上からすれば教えのつもりで俺に読ませていたんだろうな。あなたも普通の男の子だったのよ。こうして眺めているとただの神話だと思えなくなる。そうね。僕らと市場が近い。ここからは人が増えそうだ。気をつけて進まないと。ああ。クライブ、どうしたの？いや、なんでもないよ。オリビエに好意をお譲りになった。それは誠だとおっしゃるのですね。そうだ。信仰オリビエ、新たな主をもってザンブレクは生まれ変わる。かような子供に国の何ができるというのです。祭りごとは私が貢献となろう。しかし父上。私も年を取った。年若いオリビエであればこれから先の公国を託すのに誰よりもふさわしいとは思わんか。それにな、ディオンよ。フーゴクプカは倒れ、ドレイクファングは消滅、ダルメキアは要を失った。もはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではない。バリスゼアの統一、それすら夢ではなくなったわけだ。そうやってご自分に都合の良いように。それの何が悪い。今や私は信仰をも従えるグエリゴールの写し身なのだぞ。陣へ戻れ、ディオン。戦を急ぐがよい。世界に知らしめるのだ、ザンブレクの力をな。父上。あなたはまるで人が変わられた。これはご自身のお考えですか、それともかの者アルテマの意志なのですか。何の話をしている。無論私の考えだ。決まっておろう。アナベラがいてくれたおかげでようやく私は気づいた。理想とする指導者、国家、神の姿に。保身のために自国を売った女の売国奴の言葉に耳を貸すなどと。貴公はこれまでザンブレクの良き英雄でありました。今後もより一層青龍騎士の任に励むことです。オリビエ、控えよ、この無礼者。
芸家の御前だぞ。狼藉は許さぬ。申し訳ございません。話はここまでだ。さて芸家、ロエナ商会との会合のお時間です。へえ、また長い話を聞くのですか。嫌だな。父上、私はお腹が減りました。新行為を継承できなかったことが不服ですか。勝手に思うがいい。そもそもが間違いなのです。下民の血を引く者がバハムートを宿すドミナントなど、恨むなら貴公の自分の生まれを恨むことです。汚れは拭えませんもの。貴様、なぜそのことを。クラド市場まではもう少しだ。このまま進もう。うまく自治領に潜り込めるといいのだけれど。信仰シルベストルは今から5年前、瞬く間に自治領を手中に収めた。もともとザンブレクは戦に長けている。ダルメキアとの睨み合いもいつまで続くものか。それにしても難民が多いな。自治領を目指しているのかしら。誰も彼もクリスタルを求めているんだ。海の向こうの品も揃ってるぜ。さあ見てってくれ。旦那、旦那、寄ってってくれよ。パン一切れで高すぎやしないか。ここらじゃどこも品不足なんだよ。買わないならよそに行きな。現在クリスタル自治領はザンブレク公国による不当な占拠が続いている。そのため出国を認められているのはダルメキア軍から身分を保証されている商人だけだ。通行を願い出る者は各々商人札を持ってここへ順に並ぶように。あれのせいで混み合ってるみたい。臨時の関所か。急いでるんだ。ダメダメ、簡単には通れそうにないな。ひとまずグッズと合流しよう。グッズ、ここにいたのか。クライブ、どうしよう。ばあさんに叱られる。落ち着くんだグッズ。何があった。初任札をなくしちゃったんだ。あれがないと乗り合い馬車に乗れない。関所も抜けられないよ。心当たりはない。そういえばさっき子供がぶつかってきて。ああ、ひょっとしてその時にすられたのかも。子供のすりか。俺たちだけで見つけ出すのは厳しそうだな。ええ、誰か手を貸してもらえたらいいんだけど。それなら頼れる人がいる。ちょっとした顔なじみなんだ。この市場のことにも詳しいし、力になってくれるかもしれない。その人はどこに。この先にある赤の正体って店だよ。赤チョコボの看板が目印の。行ってみましょう。二人は先に行ってて、俺は他に取られたものがないか荷物を確認して向かうから。わかった、早く来いよ。
お客さんかい？クリスタル自治領に行きたいなら1000万ギルだよ。どうする？いや、俺たちは。なら予想当たって。待って、違うんだエル、俺の連れだよ。あら、グズじゃない。どうしたの？仕入れのために僕らどまで。あの頑固ババアの他に連れがいるなんてね。それでグッズ、何か厄介事でもあったの？俺の承認札すられちゃったんだ、子供に。ちょっと、よりによって承認札って、まったく。あなたはこの市場に詳しいとか、子供のスリについて何かご存知でしょうか？これから自治領に向かわなきゃならない。だから取り戻したくてね。つまりあんたたちはまともな身分証を持ってないわけか。まあそう固くならないで。うちに来る客なんて大抵が訳ありよ。そう、子供のスリには心当たりがある。順を追って説明した方が良さそうね。聞いてちょうだい。